平野翔爆笑トーク連発。天然エピソードでサンマもたじたじ。面白すぎ注意、平野翔流。自然体で人を笑顔にするトーク術3つの秘訣。ナンバーアンダーラインアイというグループが2023年に顔取り自粛デビューし、その中でも特に注目されているのが平野翔さんです。彼の存在感はアイドルとしてのパフォーマンスだけでなく、トークの面白さにもあります。彼のトークスタイルは、 天然ボケとして知られており、その飾らない自然体な姿勢が、多くのファンや視聴者の心をつかんでいます。例えば、彼が出演した、三ン五御殿という人気番組でのエピソードでは、司会のアカシアさんまさんから、お母さんの年はいくつと聞かれた際、僕、40歳です、と答え、即座に、一重引用布僕一重引用布ちゃうがな、と突っ込まれて、会場が大笑いに包まれました。このようなエピソードは、 彼の天然さと純粋さが混じった魅力を象徴しています。しかし、平野さんのトークがここまで受ける理由は何でしょうか彼の話し方には、欧米で生まれた即興トークのメソッド、インプロ、インプロの要素が含まれているように感じます。平野さんは、かなり変なことを、ものすごく真面目に語る、という独特のスタイルを持っています。このアプローチは、通常であれば不自然であるはずの会話や行動を、 まるるでで普通のののこことととよようううににに演じることによって視聴者に笑いいを誘うというものです多くのコメディーやギャグも同様の手法を用いており普通ではない会話や状況を普通のことのように扱うことでそのギャップが笑いを生むのです。ここで重要なのは平野さんの天然ボケが意図的でないという点です。多くの人が面白いことを言おうとして失敗するのは変なことを言うことへの自覚が強すぎて。 自分でも恥ずかしくなったり、逆に必要以上におどけたりするからです。これらのパターンでは、変なことを、変だと強調しすぎてしまうため、自然な反応として、冷めたリアクションが返ってくることが多いのです。しかし、平野さんのように、変なことをあくまで真剣に、自然体で語ることで、その場の空気を和らげ、笑いを引き出すことができるのです。平野さんのトークスタイルは、 彼の性格から自然に生まれているもので、無理に作り上げられたものではありません。それゆえに、彼の話し方は視聴者に対して親しみやすさと信頼感を与えます。彼の天然ボケ、スタイルを真似することは簡単ではありませんが、そのエッセンスを学ぶことは誰にでもできるかもしれません。例えば、普段の会話で少しユーモアを交えたり、予期しない方向に話を展開させたりすることが考えられます。 重要なのは、自分自身を受け入れ、変なことを言ってもいいという自信を持つことです。このような自然体のユーモアは、実は多くのコミュニケーションにおいて効果的です。私たちが普段の生活の中で他人とコミュニケーションを取る際にも、時には意外性や少し変わった視点が相手の興味を引き、会話を盛り上げる要素となります。現代の日本社会では、多くの人がストレスを抱えて生活している中で、こうした、 ちょっとした笑いは、コミュニケーションを円滑にし、人間関係をより深めるための重要なツールとなりえます。また、平野さんのように若いイケメンでなくても、天然ボケを活用した特術は十分に効果を発揮します。たとえ私たちが一般人であっても、何かしらのユーモアの要素を取り入れることで、周囲との関係がより良好になるかもしれません。例えば、 職場での雑談や友人との会話で少しリラックスした雰囲気を作ることができれば、より多くの人々が自分の周りに集まりやすくなるでしょう。さらに、心理学的な観点からも、ユーモアが持つ力は非常に大きいとされています。笑いは脳内の幸福感を促進するホルモンであるエンドルフィンを分泌させ、ストレスを軽減させる効果があることが科学的に証明されています。そのため、日常生活での些細な笑いが、 心身の健康ににとって非常に有益であることがわかりますここで考えてみたいのは天然ボケやユーモアのセンスは生まれつきのものなのかそれとも後天的に身につけることができるものなのかという点です確かに平野さんのようなキャラクターはある種の生まれ持った魅力が大きな要因となっているかもしれませんしかし彼のように場を和ませる力を持つための基本的なスキルや考え方は意識して学ぶことが可能です 例えば、自己表現の方法を工夫することや、日常的にちょっとした冗談を言う練習をすることなどが考えられます。一方で、ユーモアを身につける過程で重要なのは、自分自身を受け入れることです。平野さんの例でもわかるように、ユーモアが自然に出てくる背景には、自己需要と自信が欠かせません。自分が変であることを認め、それを楽しむ心の余裕がある人ほど、 自然と周囲をを笑顔にすする力を持っていますもちろん、すべての人が同じ方法で笑いを取れるわけではありません。それぞれの人が持つ個性や特質を生かした形でのコミュニケーションが求められます。しかし、平野さんのような天然ボケを見ていると、必ずしも完璧である必要はないということがわかります。むしろ、少し不完全で、人間らしい側面こそが、人々の心を引きつけるのです。 私たちもまた自分のユニークさを大切にしながら少しずつユーモアを日常生活に取り入れていくことで平野さんのように人々を笑顔にすることができるかもしれません彼の成功例を見ているとどんな人でも少しの工夫と勇気でもっと楽しい人生を送ることができるのではないかと感じますこのような視点で考えると平野翔さんの天然ボケスタイルは 単なる面白さ以上のものを私たちに教えてくれます。それは、人とのつながりを深めるための自然なコミュニケーションの形であり、相手に対して心の距離を縮めるための手段でもあります。特に現代の日本社会では、デジタル化が進み、直接的なコミュニケーションが減少している中で、こうした、天然な一面を持つ人々が貴重な存在となっているのです。また、平野さんの魅力的なトークの裏側には、 彼の持つ強い自己需要の精神が垣間見えます。彼は自分のキャラクターを否定せず、むしろそのユニークさを最大限に活かしています。これは多くの人々にとっての大きな学びとなるでしょう。なぜなら、私たちはしばしば自分を他人と比べてしまいがちで、自分の欠点や弱点を隠そうと努力してしまうからです。しかし、平野さんのように、自分自身をそのまま受け入れ、 そのののの特性を前向ききにに活用するることとがでででれば、他者との関係ももより良いものになるのではないななはしょうか。例えば私たちが日常生活でコミュニケーションをとるとき少しだけ自分を解放してありのままの自分でいることを心がけてみることが大切ですもちろん全ての人が天然キャラを演じる必要はありませんが平野さんのように少しだけ意識を変えてみるだけで周囲の反応が変わるかもしれません例えば 会議での発言や友人との会話においても、少し柔らかい口調で話してみたり、ユーモアを交えてみたりすることで、よりリラックスした雰囲気を作り出せるでしょう。こうした考え方は、仕事の場面でも有効です。多くの人々がストレスを感じる状況下でも、少しの笑いを持ち込むことは、チームのモチベーションを上げたり、問題解決の糸口を見つける手助けになることがあります。笑いがコミュニケーションの障壁を取り除き、 チームの結束力を高めるという研究結果もあります。ユーモアのセンスは、ただのエンターテイメントの一部ではなく、実際に仕事のパフォーマンスを向上させるツールとして機能するのです。また、ユーモアがもたらすポジティブな影響は、職場だけにとどまりません。家庭や友人との関係でも、同じことが言えます。家族との何気ない会話や、友人との集まりでも、少しのジョークや気軽なトークが場を和ませ、 よりり良い関係を築く助けになります特に子供たちに対してはこうしたコミュニケーションのスタイルが非常に効果的です。子供たちは大人が真剣な顔をして話すよりも少しおどけたしぐさや言葉の方が理解しやすく親しみを感じるものです。平野さんの天然ボケスタイルはある意味で子供たちが持つ無邪気さに似ているかもしれません。彼は自分の思ったことをそのまま口にし、 その言葉が時には変だったり面白いと思われたりすることを恐れません。これは純粋であることの強さを示しています。大人になるとどうしても社会の常識や規範に縛られがちですが少しだけその枠を外して自分らしさを大切にすることで新しい可能性が開けるのではないでしょうか。私たちもまた平野さんのように事故を受け入れ笑いを通じて他者との絆を深めることができるはずです。 何よりも大切なのは、自分自身を楽しむこと。そして、周りの人々と共に笑い合い、互いによい影響を与え合うことです。こうした姿勢を持つことで、私たちはもっと自由で楽しい人生を送ることができるでしょう。さらに、平野さんのスタイルから学べるのは、完璧さを追求しない、という心構えです。彼のトークは、時に、間違いや、ミスが含まれていますが、 それこそが魅力となっています。私たちがしばしば忘れてしまうのは、完璧であることが必ずしも魅力的であるとは限らないということです。むしろ、人間らしさや不完全さが人々の共感を呼び、親しみやすさを感じさせるのです。ですから、日常生活での小さなミスや失敗を恐れることなく、むしろそれを楽しむ心の余裕を持ちたいものです。例えば、 言葉の選び間違いや行動の勘違いなど、私たちが一見恥ずかしいと思う瞬間も、それがユーモアに変わる可能性があると考えれば、視点が変わります。大切なのは、その瞬間をどう受け止めるか、そしてどう表現するかです。平野さんが示してくれるのは、どんな状況でも自分らしくあることの重要性です。彼の天然ボケは、ただのキャラクター設定ではなく、 彼自身が持つ本質的な人間性の現れです。私たちもまた、自分の個性を大切にし、他者との関係を築いていくために、その人間性をフルに生かしていくべきです。誰もが持つユニークな部分や少し変わった側面を誇りに思い、それを堂々と表現することこそが、真のコミュニケーションであり、人生をより豊かにする鍵かもしれません。平野さんの例を見ていると、どんな年齢や立場の人でも、 その人らしいユーモアを見つけ周囲とのつながりを深めることができる可能性が広がっていると感じます自分自身を受け入れ笑いを共有することでより良い日々を過ごすことができるのではないでしょうか